大相撲初場所3日目16日両国国技館阪神・淡路大震災が発生した1995年1月17日に震源地に近い淡路島で生まれた元幕内の幕下照強伊勢ヶ浜が朝の若を寄り切って2連勝とした元日に起きたのと半島地震の被災者にも思いを馳せ29回目となる節目の前日に白星を挙げた横綱照ノ富士は平幕浴びを下して2勝目 大関陣は霧島と豊昇龍が三連勝を飾ったが、貴景勝は平幕若元春に苦杯をなめた、幕内の全勝は大関二人と関脇琴の若、平幕の朝の山、島津海の五人となった。これまでにも増して、心に寄するものはあった、照強はしっかりと結果で思いを形にした、原重両の朝の若を左差しから寄り切って快勝。 連勝発進は、まだ2連勝ですしね、と淡々と受け止めた、淡路島で震災をまたいで15時間の難産の末に生まれた。初場所では毎年、自身の取り組みが話題になる、節目の前日に白星、今年は新たな思いも混在した、勝ってよかった。震災もだけど、一日の地震の人たちもみんな同じ気持ちだと思う、被災されている方も含め、少しでも励みに、力になれればいい。 こういうい力士がいるんだと知ってもらえたらそうのと半島自身の被災者を思いやった自身も苦闘から逃げていない糖尿病の影響で番付を下げ昨年春場所からは幕下に体調は良いとは言えない現在の体重は約100キロ幕内にいた2年前に比べ20キロ近く減ったそれでも土俵に上がり続けるのは故郷をはじめとする温かい支えのおかげみんなに応援してもらってますから やるからには全力でやらないといけない、と決意を口にした。年を追うごとに、自分の相撲で被災者を元気づけたいという使命感は、強まっている、という。阪神・淡路大震災は来年で発生30年。照強は、節目、出会って、記念、ではない。29年も30年も、1年1年しっかりやるだけ、と話す。 1>, 1、17の震災発生時刻、午前5時46分には毎年、黙祷を捧げる。明日の朝もしっかりやろうかなと思います。取り組みのない29歳の誕生日も変わらぬ節目を過ごし、また戦いの土俵に向かう。照強正規、照強正規、本名、福岡正規。1995年1月17日、兵庫県南淡路市出身。 小学4年時に地元道場で相撲を始める。中学卒業後に各界入り、10年春場所で初土俵を踏み、19年春場所で新入幕。同名古屋場所で12勝を挙げ、関東賞を受賞した。趣味はサッカー観戦、DVD 鑑賞。得意種は右前につなげ、169センチ、107キロ。